こんにちは、豊橋豊かです。今回は猫をいただいたのでご紹介したいと思います。猫を飼ったことがないのでとりあえずいろいろ調べて準備してみます。なるべく高さのあるケージを買ってきました。ドンキで1万円くらいでした。組み立ては特に難しくはないですが、高さが2メートルくらいあるので高いところの作業はやりにくいです。2人いた方が良いと思います。扉は両開きが1枚と片開きが2枚入っています。一番下を両開きにしてみます。あとフックをはめるのに結構力がいります。ケージに入るトイレも買ってきました。急に聞いたので準備する時間がなかったのですが、とりあえず迎えに行きます。かいでん、かわいそう。2匹とも生後5ヶ月だそうです。キャリーケースはこれを買いました。上にも横にも扉があるので便利そうです。慣れない環境に戸惑っているのかずっと泣いています。シートベルトをして出発します。家に着きましたので部屋に入れてみます。狭いところが好きらしいので、ジョイントマットで隠れ家を作ります。ニトリで9枚入りが800円くらいでした。黒猫は興味があるようで作業を見ていました。入り口の穴を10センチくらいで開けてみます。首を突っ込みましたが入りませんでした。
ご飯の方が興味あるみたいです。お皿は2匹分あるのですが、黒は白の分まで食べてしまいます。次回までに名前を考えておきます。トイレと爪研ぎを設置して、木の板で足場を増設しました。隠れ川ケージ内に設置して様子を見てみます。疲れたのかすぐに眠ってしまいました。下の段はペット用のホットカーペットで、上の段はモフモフベッドにしてみました。よく眠っています。いかがでしたでしょうか。猫を飼ったことがないので、わからないことだらけですが、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。今後も猫たちの様子をご紹介していきますので、チャンネル登録お願いします。